お前たちを行かせるわけにはいかない。資格を静止状態にされては困る。やっぱ困るんだ。バン側は港もオラクル騎士団が制圧した。無駄な抵抗はやめて武器を捨てろ。捨てるわけないだろ。タマラやれ。え、あいよ、タマラさん、タマラ強え。港へ行け。オッケー。けどみんなは、奴らにタルタロスを沈められたら私らの仕事が無駄になるよ。え、時間がない、早くせんか。え、大丈夫、行かせるか。あ、危ねっ。邪魔だ。おい、お前じいちゃんになっちゃうか。ダリグレット、イエモンさん、私ら年寄りのことよりやるべきことがあるでしょ。え、年寄り守んないといけないだろうが。さっさと行かんか。え、マジ行きましょう、早く。まあでも年寄り、さすがに民間人手は出さんやろ。ルーク、あ、最後まで気にかけてる。やばいでしょ、奴らを追え。立場なくなるって。急げ、港の兵と挟み撃ちにする。最悪や、マジで。民間人がシャシャリ出てくるからだ。お前そうやって言ってるけど泣いてるだろ。恵みと恵みの最初で最後の共同作品じゃ。頼むぞ、ルーク。遺言じゃん、こんなん。え、ガチで死ぬの。いや、マジで死ぬと思わんかった。なにしろ。え、プレイステーション2。まずい、姿勢を低くして鼻と口を塞ぎなさい。あ、何、なんだこれは。符号の催眠煙幕だわ。びっくりした。なんとか中和できないのか。え、どうすんの。不術で吹き飛ばします。もうジェイドしか勝たん。ちょっとなんとか息ができるな。何この BGM。 でも眠いですの。なるほどね、毒ガスじゃなくてよかった。私もよかった。 あんたたちまで寝ちまわなくて。偏見さんだ。やっぱり小さい子の方が聞きが早いわね。なんかあれか、ここに来るとやばいからこれで張ってたんか。まあ、ではこれは皆さんの仕業ですの。本当だ、倒れてる。ちゃんと対策してたんだ。オラクルの連中がタルタロスを盗もうとしやがったんでな。奴ら町にも行ったみたいだけど、タマラたちは。え、そんな言えないよ。まさかのんきに立ち話をしていていいのか。来たー、来たー。先生来たな。うわ、お前その横の髪の毛バン。スピノザ、俺たち仲間よりオラクルの味方をするのか。大抵やお前のせいで、いっぱい人が死んどるんや。わしは何、わしは、おい、カッカ、失策だな、リグレット。すみません、すぐに奴らを始末します。さあ、それができるかな。ほら、もうジェイドさんやる気ですよ。ルーク、行けません。え、どうして、なんで。今優先するのは資格を制止することです。タルタロスへ行きますよ。え、くそ。まあでもそれはそうか。ああ、危ないわ。え、逃げて。そうはいかない。こんな風になったのはスピノザが俺たちイグミを裏切ったからだ。え、こんな年寄りでも障害物にはなるわ。あなたたちはタルタロスへ行きなさい。ねえ、もうこれダメだって。どけ。ねえ、バンさん、あなた分かってる。バカも、どくんじゃ。仲間の失態は仲間である俺たちが償う。そうなんだ。行きなさい。ねえ、バンさん、お前ルーク、時間がありません。お前やったら最低だからね。兄さんに追いつかれると作戦が失敗するわ。
イエモンさんたちの死を無駄にしたいの？だけどさ、わかってる。ごめん、ヘケンさん、シャシーさん、アストンさん。おんな、どうすりゃいいの？バンさん、老人とはいえその覚悟やよし。なんやお前。おい最低、マジで。なんやねん覚悟やよし。スピノザ、よく見ておけ。私の敵となる者の末路をな。見せしめかよ。カッカ、シンクが間に合ったようです。作戦自体は失敗だが、おとりにはなったということか。何？いいだろう、撤収しろ。何にシンクが間に合ったの？了解。おいスピノザ、お前は。ごめんじゃない、ありがとうだろうが。そうね、あの子たちが帰ってきたら言葉の選び方を教えてあげましょうね。